歌シとは、ブナカの常緑公木の一群の総称である。競技には、コナラ族中の常緑性の種をカシと呼ぶが、同じ、ブナカでマテバシー族のシリブカガシも、歌シと呼ばれ、シー族も別名でクリガシ族と呼ばれる。なお、アカガシア族をコナラ族から独立させアカガシ族として扱う場合も、ある。また、クスノキカの一部にも葉の様子等が似ていることから歌詞と呼ばれるものがある。 常緑性であり、歯には表面に艶があり、虚子を持つものが多い。赤ガシア族は日本から台湾、中国南部、ヒマラヤにかけての温帯南部の出順地域に約150種が分布する。日本では関東地方以南に多いが、一部の種は分布の北限が太平洋側で、宮城県、日本海側で、新潟県に達する。一方、 コナラア族の常緑性の歌詞は、温暖だが、やや乾燥した地域に多く、東から東南アジア以外にも南ヨーロッパやアメリカ大陸にも分布する。一般には、晩春から初夏に花を咲かせる。例外的に、シリブカシは、秋に花をつけるが、厳密にはこの植物は同じ。ブナカでもマテバシイ族に属し、小花を密生した方をつける。本種は、競技の類とは言いいが、 英名では、ジャパニーズオークと呼ばれる。他にもマテバシー族は、喧嘩の花詞が非常に、硬いことから英語で、ストーンオークと呼ばれ、また海外産のマテバシー族も菓子の和名が、付けられているものが多い。菓子類の花は同じ、小ナラ族の落葉高木群である、奈良類と共に風梅花であり、雌花と尾花があるが、いずれも花びらもない、地味なものである。花粉を、 おしべの役から、速やかに落として風に乗せるのに適応し、有化水は水化して風に揺れる。同じ、ブナカで、常緑鉱木になる、シーイやマテバシー類の花は、中梅花であり、全体が明るい黄色で強い香りを発して、甲虫や、花鉢類のような昆虫を誘引し、有火水も昆虫が止まりやすいようにしっかりと上を、向いているといった点で、大きな相違がある。 カシ類の果実は、落葉性の奈良類と共に、ドングリと呼ばれる。ドングリは開花した年に熟するものと、2年目に熟するものとがある。コナラア族のウバ菓子は、低木内塩高木だが、赤菓子ア族はいずれも大きな木になる。赤菓子ア族は、角とに環状門が現れるのが大きな特徴である。赤菓子白菓子などの材質は、非常に硬く。 器具の材料などとして重要である。菓子類は、商用樹林の重要な構成種である。様々な常緑紅葉樹林において、どれかの菓子が多く、姿を見せる。西日本の平野部では、荒菓子が優先する森林となることが多い。海岸線では、ウバメ菓子が、ブナバヤ死体近くでは、赤菓子が、その間の地域では、ウラジロ菓子などがよく見られる。 小洋樹林地帯のシーカシハヤシを繰り返して、伐採すると、ナラ類のコナラやクヌギを中心とする落葉樹林や、これと赤松の根光林になりやすい。いわゆる里山というのがこれにあたる。英語で、常緑性の菓子のみを指す場合は、ライブオークと呼ぶ。ヨーロッパにおける、常緑性の菓子類の分布は、南ヨーロッパに限られており、イギリスをはじめとする中央、北欧に分布する多くは、 日本語では植物学上ならと呼ばれているものばかりであるが、文学作品などでは歌詞として翻訳されている例が多く、語訳をもとにした表記である。赤菓子の葉日本に自生しているブナカ植物の内菓子と呼ばれているものでは主に以下の種がある。また、青菓子と犬菓子はクスの木下である。民家の垣根に植樹される主要な樹木の一つでもある。 防音の機能を有する樹脂として知られる。常緑樹であるために、防風林としての機能も果たした。また歌詞の商用、生木は他の樹木と比較した場合にも得がたいこともあり、林火火災の際には炎症を防止する目的も持ち合わせていた。漢字で基変に剣と書くことからもわかるように、木材としての材質は非常に硬い。また、粘りがあり、 強度も高く耐久性に優れている。その特性から道具類、建築用材に使われる。ただし、加工がしにくい、乾燥しにくいといった難点がある。1904年に始まった日露戦争では日本軍の放射が菓子材を使ったものであったため、ロシア帝国の放射よりも優れていたという見分結果がもたらされた。ヨーロッパでは菓子はイタリアにあるだけで、多くは 菓子よりも、弱いならが代用とされていた。1940年、日中戦争の長期化で戦時色の強まった、大日本帝国では、溶剤生産統制規則により特定の樹種について、用途指定を実施。菓子材の使用用途については、軍需、内地使用の船舶、車両用に限られることとなった。多くの市町村が菓子をシンボルとして採用している。ここではシンボルを、 歌手としている市町村を列挙し、一位菓子などのように各種をシンボルとしている市町村及び消滅した市町村は除いた。ありがとうございます。